はい、どうもこんにちは、こんばんは、ゆじたそうでございます。村尾です。はい、今日はね、村尾くん、前回だいぶ前の動画でね、金玉真剣白羽鳥の例の彼でございます。まあ詳しくは過去の動画を見ていただければいいと思います。で、今日商品紹介ね、ちょっと変わったものを、ディオ、まあ大型のね、24時間のショッピングというか、まあ、スーパーで見つけたので、買ってまいりました。それが、こちら。ででででん。そうです。チョコきなこ餅でございます。ます。ね。ねるねるねるね、るね、みたいな、やつでございやす。でね、これちょっとね、水だけでお餅に変わると。なんか、中にね、変な、なんか、多分マシュマロみたいなのが入ってて、水入れると、餅に変わると。で、それをきな粉とチョコが入っているので、それをつけて食べるという感じでございます。それでは、作っていきましょうか。やろうか。やろうか。よし、行こう。できるかな、できるかな。うわ、中が。やばい。あっか、お前。お、これちょっとあれやね。まず、きなこ。チョコレート。お前、これ、のりちゃん。のりちゃん、これ。これ、大野のりちゃん、これ。やっぱ、チョコです。きなことチョコが入ってました。あとは、ロンギネスの槍でございます。ロンギネスの槍と、はい、こんなやつ。これが多分、餅になる。触るな、危険じゃん、お前。お、やめとこうか。はい、オッケー。はい、オッケー、行こう。で、まずは、作り方を見ていきましょう。トレーに、きな粉、チョコクリームを入れます。これ後で入れましょうか。で、お餅が重ならないように広げって言っても絶対これ絶対重なりますけどね、これ。重なりますけど、まあ、なるべくね、バラバラにして、ね。はい、行きましょう。で、水をたっぷりかけます。かけろよ。水をかけましょう。飲み草白水。飲み草白水かけます。汚い。ちょっと、かけましょうか。はーい。さて、ここにね、はい、飲み草白水。ズンズンパッケミュージック。ズンズンパッケミュージック。たっぷりかけるってどれぐらいたっぷりかけていいかわからへんな。思い切り。もう思い切り結構いっと。お、なんかだんだんちょっとなんかもちもちっとこう。ねえ、皆さん。もちもちっとしてきてます。まあ、ちょっとこれ、入れましょう。きなこ餅。きなこ。これ水がついてたきなここれ。きなことお前、鳥の犬やないか。さあ、きなこ行きましょう。こんなにきなこいる？ペイ。さっきまでね、麻雀してたんですよ。一人勝ち。ってわけでね。はい、きな粉入れました。で、チョコ行きましょう。チョコをちょこっと入れましょう。これどれぐらいでいいんかな？何分の方が入れない？柔らかくなるまで待ってね。うん、アバウト。だいぶアバウトやね。うん。チョコは普通の味やね。まあ、2分ぐらい待っただけるんちゃうか。ほやな。まあ、2分、また、もう結構経っとる。もう2分ぐらい経つんじゃん。ぶんないー。さあ。で、チョコレートね。これ。出すと。はい。準備は完了でございます。お。うわ。おー、これ。あ、まず、もう、さあ、ほな、村くんから言ってもらいましょうか。村尾ですけど何か。村尾くんから言ってもらいましょう。どっち行きます？どっち？よいしょ、ほら、きなこで。きなこ行きましょう。きなこつけて。たっぷりつけまーす。あ、2個じゃないか、これ。あ、うん、いいよ。行くぞ。お、いけ。行くぞ。はい。強引やね、これ。強引だね、一円玉が出てきた。強引。
強引な餅やねこれ。ほら次俺行こうか。じゃあほらお前一打そばあるやね、チョコ行こうか。チョコ行こうか。なんかこの餅なんか強引やな。強引だろ、餅が強引なんやなこれ。強引だろこれこれこれなかなか強引な餅やなこれ。お前も2個漬けでいこうかも。2個漬けでいくわもうな。これね、チョコにたっぷりつけて。これチョコ強引やなこれ。チョコ餅やないかこれ。これ強引につけて、あ、剥がれた。いきましょう、いきましょう。まあ、うん、チョコの味、チョコの味やなこれ。そのままやないかお前。もうちょっとシャブして感想ないんかお前。おこれ強引やな。あらちょっと次俺きなこ行くわ。いやいや次俺がチョコだ。あらお前チョコ行け。チョコやお前。チョコって言うわお前。なやこれお前固まったお前。両手使って。お前これ満面に。二個行け二個行け。チョコだけにチョコって行こうかほな。もっとがっつりつけろよがっつり。がっつりつけって言うていい、つかみこれ両手使え両手つかめ、逃げ回りやがってこらじっとおれお前は。来ましたね強引に行こう。ダブルで来ました、きなことチョコダブル。おすすめできませんねこれは。強引やな。ほらちょっと俺ほらじゃあラスト俺が。なんか後味悪い。なんかあれやな、なんか外国のなんかうんやつみたいな。もう最後やけん強引に行きましょう。めちゃくちゃやないかお前。行きましょう、チョコ&きなこ。あ、俺きなこだけで食べてない。まあええや、まあいいでしょう。行きます。まあね、うん、チョコときな粉だけが美味しいです。ただ餅はねよくわからないですらしい。ただのもちもちしてるだけであって味はまあ餅やけんね、味はないもんでしょう。としてもまあ一気にいっぱいつけたら味は美味しいです。確かにチョコときな粉なんで。でもねまあまあ餅はなんとも言えんね、うん、なんとも言えないです。まあもちもちっていうのはもちもちなんですけど、水を水がね、うん、水っぽい、水入れない関係水っぽくなるね。やっぱりね。うん、これ、ね、ちょっと一回水でやった後にね、クッキングペーパーかなんかでね、拭いたりしたらええかもしれんけど、まあ俺もめんどくさいしね。チョコがね。チョコがね。どうもね。はい、あの村君これ全部チョコもう舐めて無理やな。めちゃくちゃ言わせてくださいね。はい無理やね。うん、オーケー。まあこんなもんでしたね。まあこれね、はい。ちょこっときなこ餅、まあ多分スーパーとかに売ってるんでしょうね。あのねるねるねるねとかと一緒のところに置いてました。まあディオで買いましたけどね。値段は確かディオのは90円ぐらいでした。100円切ってました。まあ元々安い店なので、90円切ってました。そしてねこれ90円、これが90円としてのはい、まあ お値段じゃなくて点数の方をお付けいたしましょう。点数の方をお付けいたしましょう。じゃあまあまあ俺から行こうかほな。点数行こうか俺が、まあ、お前は自分の6時の点数ちゃんだっけな。俺は結構辛口でまあでもまあ言います。ブルンブルーベン65点でございます。ブルーベン71。はい、間を取って68でございます。ちょっとこんな味ないなと思ったんでね、うん、71。でもまあ値段的にもね、あとあのチョコときな粉だけ食べれば美味しいではないね。何でしょうかね。そうやね、あ、まあ、あの餅だけのけてチョコときな粉だけこうクチクチって食ってくれたら気持ち悪いやろお前。美味しいと思います。まあそんなもんですかね。まだね、この村尾くんとね、ちょこちょこ動画も出していきたいと思います。あとあの東北に帰った、東北に出稼ぎに行ったトリトリ君もね、
もう帰ってきてますんで。あのね、わいは1年間でビッグになるって言って出ててね、半年ぐらいで帰ってきて、もう諦めたらしいです。うん。なんで、あいつもたまに動画に出したいと思います。それでは皆様ご視聴の方ありがとうございました。バイバイ。